はいこんにゃく,くんですえ今日はですね、あのー、YouTube 上で PowerWay の p 9ライトっていうやつの、えー、に SD カードマイクロ SD カード入れ入れてあのー、16GB とか、うん、拡張しようと思ったんですけど調べたらなんですけど YouTube でねなかったんでねちょっと自分が動画撮ろうと思ってやってみましたえー えっと、そうですね。で、マイクロ SD カードを入れるところはここなんですけど、で、そうですね。まあ、ちゃんと取り出せて、SIM カードと同じ場所で、ね、取り出せるんですね。マイクロ S、パーフェイの P9 ライトは、P9 ライトか、まあ、よくわかんないけど。で、取り出せて、まえー、っと、もともと、 初期状態ではマイクロ SD カードは入ってなかったです。はい。で、まあ、向きに注意して、まあ、ピタッと入るんで、あのー、正確にね、入れられると。で、初期状態では入ってなかったって。で、まあ、ドン・キホーテで買ったこの格安の16ギガで1000円くらいのね、クレボクレブってとこうん、なんか海外のやつですね。海外のかな。 韓国かどっかのメーカーの聞いたことないとこ入れて、えっと入れた後にえっと認証しますかっていうのが出るんで入って押して認証するとすぐそのストレージストレージが外部ストレージとつなげることができましたあのー、まあ ちょっと不安だったんですけどやってみたらちゃんと簡単にできましたね、うん、複雑な工程なくはい皆さんも安心してえっとねシムピンなんかシムを取り出すピンなんか使ってこうガチャってね、うん、使ってここをパッて出るんで、はい、試してみてください P9 ライトはちゃんとできましたよ ありがとうございました。